どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ゆっくりジジイぜ。なんか出てきたわよ。Gの亡霊なんだぜ。失礼なちゃんと生きておるわい。手術したので本日から参戦させてもらいますわい。3人体制となるとそれぞれの立ち位置を明確にしないとグダグダになりそうよね。どうせジジイのことだから何も考えずに見切り発車しているんだぜ。どうしてわかるの？まあ、そういうのはやっていくうちに固まっていくと思うよ。固まるほどゆっくり動画出しなはれ。メリジーノ、ゲーム万歳。早速だがスタメンはこうなった。翼くん定位置じゃない。Gの突きの強さを発揮した結果ぜ。キューガくんもフォワードに入っていて本当に強運だったぜ。石崎くんがフォワードにいるなんてさまつなことね。この布陣なら中国楽勝なんだぜ。プレッシャー。相手の中国というのはどういう国なの？三上監督曰く4000年の長い歴史があって、どんな相手がいても不思議じゃないと。びっくり人間みたいな表現ね。日本の偵察能力の低さが露呈しているのぜ。とか言っている間に試合が始まってしまったわ。というわけでここで相手チームである中国の解説をしていくぜ。前回のシリアは名前付きの選手がいなかったんだが中国には2名ほど名前付きの選手が存在する。じゃあ怖いわ。リハンネとリバン君の2名だ。背番号は9番と11番ということでフォワードの選手だ。パラメーターも全く一緒のところを見ると双子なのであろう。さらにこの2人は小遊脚なる合体技まで使ってくる。まるで立花兄弟みたいじゃないの。そうなんだぜ。中国版の立花兄弟のような感じだ。必殺シュートは森崎くんには止められるわけがないんで、超絶ずるなのぜ。取られたら取り返す翼サッカーの本領発揮じゃないの。この小遊脚は意外と威力が高く、若林玄三でも止めるのが難しいと言われている。え？それじゃあ？そうなんだぜ。森崎くんには荷が重い。本家 SGGK でさえ止めるのが危ういシュートを見せ SGGK の森崎くんが止めるのは到底不可能。これはフォワード陣の頑張りに期待するしかないわね。まあ、いつも通りの展開なんだぜ。さてさて、前回シリア戦のニコ動の方のコメントでなぜミスギを変えるのか、とついていました。そういうコメントがついていたわね。なぜ変えたかというと、Gがミスギくんが後半も出れることを知らなかったからです。前作同様試合半分でグダると思っていたら違ったようですね。ガッツの消費量が他より多めでハーフで問答無用に尽きるわけではないと指摘を受けて知った次第。いやいやお恥ずかしい。これまでの動画でもたくさん恥を晒しているから今更恥じる必要はないと思うぜ。で、今後はどうするの？ただミスギだったよ。後半でしたが入れ替わる理由は試合展開を大きく変える可能性あって楽しいので、これまで通りミスギくんがスタメンの時はハーフで交代ってルールは継続しようと思っているぞ。なんてミスギくんの話をしていたらヒューガくんがオーバーヘッドかましているじゃない。来ましたー。日本試合早々に先制点とか幸先良い展開ね。さすがにヒューガくんが9番の位置に入ると得点力が爆上がりなんだぜ。この時点で勝ちを悟ったねわしは。何かフラグを立てようとしている感じがするわね。ここからフラグ回収となるのか見ものなんだぜ。で、今ボールを持っているのがリハンネくんね。坊主頭でアクロバティックなサッカーって、それはもう少林サッカーなのよね。少林サッカーよりずっと前のゲームだからかなり時代を先取っていたんだな。で、滝くんがさりげなく削っているわね。人の良さそうな顔なのに怖いんだぜ。まだまだ中国の攻めが続いているわね。早くボールを奪って追加点を取りたいんだぜ。2点差3点差と早めに安全圏に行きたいのぜ。こまめにパスを繋いでくるわね。お、生シュートした。シリア戦ではモブの生シュート決められまくっていたわね。ヒヤッとしたでヒヤリハットなんだぜ。先行き不安なパンチングだったんだぜ。とはいえボールを奪って日本チャンス到来よ。新田くんがこの位置とか全く輝ける気がしないんだが、しかし、頑張っているな。ミスタードリブルじゃあ。大かわしたわね。どこまで上がることができるのか？早めにパスで前線にボールを送るか？いやいや、ここはパスじゃパス。カズオくんがボールを受けて右サイドを駆け上がる。連動してヒューガくんと翼くんが前線に上がっていくぜ。お前ら地味にアタックだ。立花兄弟二人ともスタメンだったのね。今こそ双子がゴールドセイントの力を見せるのぜ。ちげえだろ。私はカプリコーンのシュラが好きだったわね。トタニコウジさんの声が渋かったよな。そうそうオールスト・ギダンみたいな渋いのも好きだったけどゴットン・ゴーみたいな3枚目もやれる素晴らしい声優さんだったわよね。おいお前ら脱線しすぎだぞ。立花兄弟が地味にアタック連投で中国ゴールに迫っているんだぜ。これは中国より先に合体技を見せつけるチャンスじゃないの？おういったレイツインシュート。スカイラブハリケーンじゃないのが悔しい。その前にシュートまでいけないオチ。あらボールまで奪われているじゃないの何やってるの G。サーセンサーセン。いや、でもさらにこぼれ球を脱出したみたいだぜ。大政を立花兄弟大活躍でな。イケイケ政を再び地味にアタックか？お、ここは翼くんにボールを預けるみたいだぜ。なんだかんだで翼は頼れる男ぜ。ドリブルで突破できるのが強いわよね。ガッツケ切れるし、早速キーパーが釣られて出てきたぜ。ヒールリットかましたで。
け、追加点。前半のうちに追加点も決めれて理想的な試合展開じゃ。これ、もう勝ち確定ね。とかじーは思っているぜ。さっきからちょいちょいフラグ立ててくるわね。回収かおるのかどっちなんだろうな。さてさて日本が2点リードで中国ボールで試合再開ですね。中国の反撃をうまくかわしたいところではありますね。リナミガシがどう出てくるか次第だぜ。何せ若林くんでも苦戦するシュートを放ってくるみたいだからな。んなもん打たれた瞬間に失点確定案件なんだぜ。打たれなければノイモヨ打たれなければ。ということで森崎以外みんな頑張れ。森崎は置物と思え。ひどい言いようよね。まあ、でも実際にそんな感じだから仕方ないんだぜ。そうこうしている間に日本ボールになっていたわね。いや、これ3点目取ったら楽勝ムードじゃないの？3点目取れたら楽勝かどうかは置いておいても、かなり余裕な試合展開になりそうだぜ。ちょっと中馬で3点目取っちゃおうかな。中馬くんはドリブルで持ち込めるし、シュート自体も強力で本当に使い勝手良すぎちゃんよね。マジでガッツマネージメントだけが難点なんだぜ。あ、反則食らった。まあ反則しないと止められないわよね。でも日本のチャンスは続くんだぜ。どこにボールを出すのかしら？おい石崎。え？まさかの石崎くん？石崎くんが一番びっくりしているんじゃないのか？これ3点目取るの試合的にかなり重要なポイントよ。あんまり考えてませんでしたわ。ちょーい、おめえはよ、なんでいつもこうなんだよ。大事な局面で適当にやって、失敗していつも後悔してんじゃねえか。そういうとこやぞジジイ。そういうとこだぞジジイ。おめえの人生いつもそうじゃねえか。すみません。石崎くんのパスミスを高杉くんがフォローしてたわね。さすが高杉縁の下の力持ちなんだぜ。行け高杉。いややっぱり行かないで高杉。どっちなんだよ。ブレブレね。ここは終盤ビシッと決めてもらうぜ。3点目のチャンスが3点目の流れだったのに自ら放棄したんだぜ。これは嫌な流れになったわね。前半の失点は避けたいところだぜ。大西田くんナイスフォロー。3点目なんて贅沢は言わないから失点だけでも避けてください。ここが正念場だぞみんな。お前が言うな。パスの出し先はどこになるんだ？迷ってるぜ。おお、ここで左サイドでドフリーの三杉くんを見つけたわね。この時間帯で三杉くんはいいんじゃないのか。まだまだガッツもあり余っているわね。これで前半退場なんだからもったいないわね。 SDGs 的にはありえない話ぜ。食品ロスならぬ三杉ロスね。さすが三杉くん敵陣ゴールに突き進んでいくぜ。三杉くんのステータスは恐ろしいほど高いんぜ。本当に頼りになる選手ではい。お、三杉くんワンツーでやる気だわ。これはゴール前でボールを受けるわね。高いボールじゃなくて残念だが、ここは一発かましてもらいましょう。いけー。やったー。やったぜー。三杉くんナイス。ディフェンダーの位置からゴール前まで駆け上がっての3点目は痺れるわね。これで前半3点。これ勝ち確定ですな。Gの実況とは思えないほど盤石な試合展開なんだぜ。森崎くんの登場回数が少ないのも良いわね。森崎縛りという取る割に森崎の登場回数が多いと負けなのよね。ジレンマ縛りなのよね。とにかく無失点で前半を終えたいのぜ。残り1分よー。リハンネくんがボール持っている状態は非常に危険だぜ。よしそうだよ、カミソリタックルだ。おお、取ったー。過去何度もあるようにソーダくんが前にいる夫人って実は早めにボール奪えていいんだよな。ほらこれ4点目も夢じゃない状況になっているぜ。本当だ、ヒューガくんにボールが繋がったわ。しかも結構ゴールが近いわい。けどロスタイムね。無理にガッツ減らしてシュート打ってもホイッスルの危険があるから取れたらラッキーくらいの攻めにしとくとするわい。プレイ中でも容赦なくホイッスル鳴らす審判だからな。これ下手したら暴動起きるレベルの審判よね。取れたらラッキー時間帯なのでガッツ減らしても影響のない石崎を使うあたり G の鬼っぷりが見え隠れするぜ。ほっほっほ、石崎のガッツなど試合に二陣の影響も与えんのだ。そうとも知らず危機としてボレーシュートを打つ石崎くん。このパンチングも予想済み。想定ない。いやむしろ順調。陣の目的は時間潰しじゃ。さてこぼれ球は誰が取るんじゃ。これまた試合に影響がない高杉に渡ったわ。あ、ここでホイッスルね。主力メンバーのガッツを使わずに無事時間を使い切ったぜ。さあここで三杉くん枠の交代を使うぜ。いつも通りルーレットで決めるのね。誰だ？誰？おめえの出番だぞ佐野。佐野か。服装ね。自分のいない佐野は吉岡里帆のいないどん兵衛みたいなもんなんだぜ。しかも2番の位置だから多分姿を見ることはないと思うぜ。その位置でも点を取った三杉くんの凄さが改めてわかるわね。というわけで後半がスタートになったわね。
前半だけで3点差という盤石の状態で試合的には面白みがない展開になっているわね。やはり取ってた取られてすったもんだの試合展開は見ている方も楽しいわよね。思い通りの試合展開でふんぞり返っているジジイなど見たくないものね。そうなんだぜ、あわわ負けるどうしよ ってなっているジジイを見るのが醍醐味なんだぜ。お前ら好き勝手言い過ぎてぐぬぬぬ。とはいえ後半早々に点を入れられるとまだまだわからないわね。後半の立ち上がり10分くらいは中国に点を与えずに、あわよくば4点目を入れて試合を決めてしまいたいんだぜ。細かくパスを繋いで捕まえきれん。細かいパス回しで攻めてきているぜ。嫌な感じね。ゴール前まで運ばれてしかもリハンネ君に渡ってしまったぜ。これはまずい。新田頑張れ。これは若林君でも手こずる昇竜客。新田止めろー。うわー来ちゃったぜー。森崎ー。起きよー。起こせー。起きないー。安定の森崎くんだったわね。若林でも無理なものを森崎に期待するのがこってもんなんだぜ。森崎は所詮森崎。平成の人間はどんなに努力してももたがるものから抜けることはできないってことで。風正論。しかしまだ2点差で勝っているんだぜ。幸い翼くんと日向くんのガッツは余っている状態。ここから取られた分を取り返す戦術なら2点差はセーフで。1点分の余白。ミスしても同点にはならない約束された安全。キープしながら逃げ切るんだぜ。となると、ここはきっちりと4点目を取って再び3点差にすることが大切ね。ここは日本が安全に勝つための正念場。ここで中国に1点差に詰め寄られるとそれこそ沼にはまるぞ。超重要な場面ね。吉翼くんがゴール前まで来たわい。ドライブオーバーヘッドで4点目をもぎ取るぜ。ドライブオーバーヘッドなら安心で4点目いただきだわ。翼くんいけー。再び3点差じゃあ。こうやって交互に点を取り合っていれば1しか試合終了。逃げ切り確定だわね。よしよし、なるべく中国には攻撃に時間を使ってもらおう。でもまだ後半始まって5分しか経過していないのね。なかなか激しい試合展開ね。あまり乱打戦も日本不利な流れになりそうぜ。日本のガッツは有限だからな。どこかで時間を消費する展開にしないとまずいぜ。ここはソーダ君のカミソリタックルで早めにボールを奪いたいところね。いけー、カミソリ人間ジレッタのうまいば。おーこぼれ玉にしたわ。あーでも中国ボールは変わらず。早めにボールを取り返したい。返して僕のボール。ワンツーで的確にボールを回してくるわね。いやもうゴール前まで来ちゃったわね。展開早すぎよ。しかし、敵はモブなので少し安心せ。ソーダくんのディフェンス能力でなんとかしのぎたい。うおーナイスだソーダー。その角刈り憧れるー。なんとクリアでフォワードまでボールを運んでしまった。でもボールは石崎くん。こっからどうしてゴールまで。運ぶか全く想像つかん。そりゃやっぱりパスだよね。石崎くんには荷が重い。苦し紛れに日向にパス。やっちまったよ、取られたよ。石崎くんも大丈夫。またまた中国攻めてくる。とにかく時間を使わせたい。誰でもいいから捕まえて。中国はテンポよく攻めてくる。日本は翻弄されまくり。パスでも時間は消費する。でもそれは微妙な時間。翼頼んだ取ってくれ。いやーパスで逃げられた。それでも翼は諦めない。でもやっぱり届かない。ここでリハンネ登場だ。めちゃくちゃ嫌なこの場所でボールを持たれて絶体絶命。じゃあやっぱりワンツーだ。これが通るとシュート必至。ここで出てきたタックンだ。しかしやっぱり止められない。あーこのままではワンツー成功。リハンネ君シュートの体勢になっている。やっぱり立った昇竜客。こりゃもう2点目確定ね。泣けるぜ森崎パンチ18。ここでも後ろに04。うわやっぱりダメでしたー。もう後半は試合が動きすぎなんだぜ。12分ちょいで3点も両チームで得点が入っている。ここは意地でも得点を取って再び3点差にしたい。翼くんにボールが渡ったわね。残り時間が18分あるのにガッツが400と結構カツカツになっているぜ。ここはドリブルで一気に駆け上がる。ドキドキに状態。一気に抜きされー。お一人目かわした。あとは2、3目だけだ。いけいけいけー。うわー。おでもタックンがフォローしているわね。珍しくタックンが目立っているんだぜ。いやーそれでも滝のキープ力は不安しかないから早くパスを出さないと。おっと目の前に翼くんがいたぜ。さすがにこの距離のパスは安心して見ていられるわね。もうでも翼くんのガッツも微妙になってきたぞ。ここはパスで日向くんに脱走。日向のガッツは800以上と元気満々だったぜ。これは使い切らないと大損よ。もっと働かせなさい。贅沢に目をタイガーショットでぶち抜け。中国の選手もボールに絡んでくるから時間も進むわね。さすがネオタイガーショット。スーパーアーマー付きだから中国の選手がすっ飛ぶぜ。これで5点目をもぎ取るぜ。良い感じに時間が進んでいくわ。おっしゃー、5点目ゲットよ。3点差キープ作戦がバッチリハマっているんだぜ。うまくいきすぎて怖いのけ。残り15分、3点差守りきるわよ。でも、李兄弟の昇竜客が怖いと言っても、
ゴール前でしか発動しない技なのが救いなんだぜ。ミドルレンジでズドンズドン打ってこられるようなシュートだと、危険範囲が広くてたまったもんじゃない。ミドルレンジの必殺シュートは森崎にとって、フィールド全体がペナルティエリア内。広大なペナルティエリアね。何せ地平線にゴールが見える世界だからな。あ、見て見て、立花兄弟が負けじと曲芸を披露しているわよ。使ったけどな。でも、何気に中国攻め込んできてないか。頑張れディフェンダー陣、ゴール前に2兄弟にボール渡ったら失点必死だぞ。もう、こんな位置までボールが来ているわよ。マサオ頑張れ。ここは絶対に止めたいわね。両手スカイラブタックルで一気にボールをダッシュだ。パス出されたわよ。スカスカタックルじゃないの。一気にスカイラブに来ているのが泣ける。ビョーンってなるわよ、ビョーンって。お、それでも胸に当てる意地を見せたぞ。でも、この位置でのワンツーは確実にゴール前のシュート体勢なんだぜ。あ、低いボールだからボレーシュートできたわよ。お、これなら森崎くんにもチャンスが。きたー、確定演出。抜かれてたまるかーじゃないのよ。抜かれてんのよお前。さすが森崎くん、取れたかを意識したプレイ。ここは止めてほしかった。再び2点差になったわね。3点差キープのためにはこのターン、きっちり得点を上げることが重要ですね。まだ翼くん、龍我くんともガッツはあるので得点はいけそうね。それにしても森崎くんは必殺シュート以外も無理でしたな。日本の守備面は大変ですな。得点力強化しないとね。得点力、やっぱりスルーが重要よね。翼くんと龍我くんの得点力を最大化した上で、他の選手でもスルーを駆使して得点を奪う。バカみたいに得点して勝ち切るサッカーを目指すのよ。このシリーズ当初は世界レベルの森崎くんなら余裕とか言っていたのが嘘みたいな発言になっているわね。当たり前だ。いつまでも夢見る少女じゃいられない。もっと激しい夜に抱かれたーい。ノーノー、それじゃ物足りなーい。お、龍我くんが残りガッツを絞り出してネオタイガーに行くわよ。しまったー。6点目ー。残り9分で3点差は空いていないぜ。もう1点取ってラッキーセブンといきたいわね。さあ中国ボールで試合再開よ。まずはきっちりと守りたいんだぜ。後半はボールを持った方が得点するって流れだから、そろそろその流れを断ち切りたいところね。とはいえディフェンス陣が頼りないったらあやしないというか。タックルがパスカットもうダメってばかりぜ。それはジジイの読みが甘いからじゃないの。ソーダくんもかなりガッツ消費しているわね。カミソリタックルに行けないほど消耗していたわ。得点差はあるけど死闘ね死闘。ソーダくんも止めきれないんじゃ。ゴール前までボールが来たわね。ここでワンツーで一気にペナルティエリア内に入れてきたわよ。モブキャラが来たんだぜ。さあどうする。モブのヘディングなら森崎くんでも止められるわい。ワンツーリーグさあ。もうこの地上に森崎くんが止められるシュートはないんじゃないかと思えてきたぜ。もはや飾りよ飾り人形なのよ。そして再び2点差になってしまったわね。後半だけで7得点が飛び交う試合になっているんだぜ。3点差キープ作戦なんで、ぜひとも7点目を取りに行きたいわね。まあ、ここまで来れば7点目取ったら勝利確定でしょうね。おお、なんと佐野くんが出てきたわ。なんか獣の槍を持った人みたいな髪型になっていたぜ。さあ佐野くん、どこにパスを出すのか。高杉くんだ。地味キャラからさらに地味キャラへ。そして高杉くんはどこに出すのか。ガッツが来て復活した翼くんにパスだ。よし翼くん、行け、残りのガッツを全て振り絞れ。あーっと、ここで反則。これは直接ゴールが狙える位置でフリーキックだぜ。さあどうしようかな。キッカーは翼。ここで出すんじゃドライブシュートじゃー。うおお、ここぞのドライブシュートは格好良すぎよ。やるわね翼くん。残り時間1分50秒で再生差は勝利確定で。このランダ戦にもいよいよ収縮が打たれるのね。森崎くんは1本も止められなかったんじゃないのか。まあ森崎の森崎たるゆえんですな。おお、翼くん、ここに来て容赦ないパスカット。もっと早めにパスカットしてほしかったぜ。よし龍我くん、時間潰しじゃ。なんと生シュートと同時にホイッスル。やったぜ勝利ぜ。中国にも勝ったんだぜ。君たちには負けたよ。僕たちのは
傘が破られたのはこれが初めてだ。お前、日本語が話せるのか？俺たちの父ちゃんはコックで中華街にいるから、日本へはよく行くのだ。しかし、こうそっくりだとどっちがどっちだかわかんねえや。韓国チームにもコンビプレイを使うやつがいる。戦うときは気をつけろよ。よく覚えておくよ。ありがとう。アジア予選2回戦も無事勝利で次は3回戦いらんね。というわけで今回はここまでです。よかったら高評価やチャンネル登録よろしくなんだぜ。本当によろしくなのぜ。それでは最後まで見てくれて。ありがとない。